夢ラジオ第5529回、今日は令和5年9月22日金曜日です。時刻は午前9時半、横浜港北、今日も曇りの空ですね。ただところどころ青空も見えます。昨日は風が強かったんですが、今日は風がない、そんな一日になりそうですね。リスナーの皆さん、金曜の朝いかがお過ごしでしょうか。私は夢ラジオです。さて、今回は水島悟と高橋陽一、こんなタイトルでお話ししましょう。水島さんが今週の番組で百田神道を取り上げて、で、まあ、水島社長らしく、あんなのダメだという、そういうご意見でした。で、そのじゃあなんでダメか、百田神道が、という点で顧問に高橋陽一さんがなってると、それがいけないんだというふうに水島社長はお話しされているんですよ。で、高橋さんといえば、この夢ラジオでもよく取り上げ、私も注目している経済学者です。どちらかというとリバタリアン的なお話を高橋さんはよくされ、その意味でも私は共感し、また高橋さんの、経済予測はよく当たりますから、以前はその高橋予測に従って投資もしていましたよ。こんな話を今までしました。で、その高橋さんは、そうですね、あの今やってるご自身のチャンネルを開く前はさくらによく出てらしたんですよ。それは経済討論かもしれないし、なんか準レギュラーみたいな感じで週に1回ぐらいはさくらに登場する。そして水島、高清水の両名とちょっと砕けたお話もする、そんなメンバーでもあった。だからさくらを盛り立ててくれた一人でもあった。だからあの頃さくらを見てる時に、こんな高橋さんの話が聞けるっていうのはすごいチャンネルだな、さくらって、そう思ったのは私だけではないでしょう。ところが今、水島社長はその高橋さんが顧問についているから百田神道はダメなんだと断罪されてしまいました。で、水島さんおっしゃるには、頭いいのは認めるけど、高橋さんがね、けれど高橋さんこそあのグローバリストなのであり、そして財務省の元官僚ということらしいが、財務省を批判しているようでいて、財務省を批判しているようでいて、大きなスキームの中では高橋さんもそのグローバリストの役割を果たしている。だからあの信用できない。そんな高橋さんがやってる顧問をやってる百田神道もダメっていう、こういうお話を、まあ、されてるわけですね。ですからね、かつては桜を盛り立ててくれた論客であったわけだし、別に今もまあグローバリストなのかもしれないが、それほど水島高橋の間に何かあるわけでもないんだから言わなきゃいいのになと思いながら、まあ私はね、思いながら聞いておりました。まあ水島さんはそれが売りでもあるし、おそらくそれが短所でもあるんでしょうね。ただし水島社長に寄り添って言うとですね、私も常々思ってるんですが、高橋さんリバタリアン的な発言してくれるのは嬉しい、
ということをさっきお話しましたが、この夢ラジオではよく国境を認識するリバタリアンかどうかで分けた方がいい、そして国境を認識する保守のリバタリアン、これを新生リバタリアン、あるいは水間社長の言葉をちょっと借りて言えば日本を主語とするリバタリアン、この国境を認識する方がね、そして国境を認識せずもう全部自由でいいんだと、移民もどんどん受け入れてしまえ、あのお金も物も自由に行き来しようと、日本という国境がなくなったってこの地球は世界市民のものなのだ、こういうリバタリアンもいるんですよ確かに。それを新自由主義者と、これはあの悪いイメージがひっついてるからもうこっちの人に悪いイメージちょっと押し付けちゃおうという、そういう思いからなんですけど、で一体高橋陽一はどっちなんだろう。高橋さんはおそらくご自身を保守と定義されているだろうし、あのそれはそれで高橋さんのこれまでの言論は一貫してるんですが、維新寄りの発言もされますよね高橋さんは。そして日本維新の会というのは、まあ、徐々に分かってきましたけど、どう見ても新自由主義の方に傾いているようにしか見えない。お隣の中国のことについては一言も言わない維新はね。北朝鮮韓国についても同様です。だから周辺国に何にも言わなくなってる維新が、という点において維新はその点においては自民党とあんまり変わらない、もっと言えば立民公明とも変わらないような、そんな集団、ただ国内で公務員叩きだけはちゃんとやってくれるという、そういうこと。またあの維新を今悪く言っておりますが、維新が掲げる競争と退場、そしてセーフティーネット、これはね、優れて資本主義の主張なのであって、資本主義の保守経済政策の主張なのであって、競争と退場、そしてセーフティーネットですから、その意味においてやっぱそれが保守の経済政策の真っ当だよねということで維新を支持するという、これもありでしょう。ただし社会にとって最も大事なのは移民問題ですから、実は。そして移民を受け入れたらもうこれは亡国です。移民を受け入れたらもう日本はなくなってしまいますよ。そのことを考えるとき、あの移民を受け入れようという自民公明維新立憲たちが悪いんです。この辺は移民を受け入れようと言ってる点で微妙な違いがあったとしても、もうそれ売国なんですよ、反日と言いましょうか。で高橋陽一さんはそのリバタリアン的な位置にお立ちになっていながらも、その新自由主義の方なんだろうか、それとも日本を主語とするリバタリアンの方なんだろうか。もちろん私が高橋さんにね、直にお聞きする機会でもあれば、先生お願いしますという感じで聞いてみるんですけど、まあ高橋さんのチャンネルが100万人超えたと、で私のとこも1万人ですから、あのとてもじゃないけど、あの恐れ多くて、あのお話を聞きに行くことはできません。ただこの夢ラジオで問題提起しておくというのはいいでしょう。そして水島さんの今週の発言も単なる悪口でとどめておくにしては、あのそれなりに高橋陽一さんという注目すべき経済学者に関して一石を投じているご発言であることも間違いないんです、水島さんのそれは。ですから今回水島さんと高橋さん、こういうタイトルで、一体高橋さんっておそらくリバタリアンなんでしょうが、まあ、ご自身でリバタリアンとこう自称されるかどうかは別にして、グローバルな方なのかナショナルな方なのか、直接にお会いしてお話しすることはできませんが、
これからの高橋さんのご発言に注目していきたいと思います。夢ラジオ、今回は水島と高橋についてでした。金曜の朝です。